漫画「東京グール」の作者石田水先生による完全新作ジャック・ジャンヌ、先日発売日も発表され、期待に胸も膨らみます。今回はジャック・ジャンヌがどういうゲームなのか簡単にまとめてみましたので、一緒におさらいしていきましょう。舞台は男性のみで構成されるユニベール歌劇学校。生徒たちはクォーツ、オニキス、ロードナイト、アンバーの4つのクラスに分かれ、演劇を学び、最優のクラスという称号を勝ち取るため競います。この物語の主人公、橘キサは、女性でありながら2つの約束を条件にこの学校へ入学します。1つは1年の最後にある最終公演で主演になること。そしてもう1つは女性であることを隠し通すこと。自身の夢を叶えるため、所属するクラスのため、歯車となって仲間たちと絆を深めていく主人公。仲間たちと過ごした先に主人公を待ち受ける未来とは。本作は少年歌劇シミュレーションゲームというジャンルに位置しており、ユニベール歌劇学校に入学した主人公として個性豊かな生徒たちと学校生活を送りながら日々舞台稽古に励んでいきます。目指すはクラス優勝、そして最終公演での主演への抜擢です。才能あふれるライバルクラスの生徒たちと競い合い、時折迫られる選択が物語の結末に大きな影響を与えます。公演パートではキャラクターたちの歌声が楽しめる歌唱パートと、簡単操作で本格的なダンスが楽しめるリズムパートの2種類が用意されています。対応機種は任天堂スイッチおよび任天堂スイッチライト。発売日は2020年8月5日の水曜日。価格は通常版、DL 版ともに税込み7800円になっています。ストーリーが不安なそこのあなた。このゲームのシナリオは、十和田信さんと石田水先生が一緒に執筆しており、十和田信さんといえば東京グール、そしてナルトのノベライズもされている方です。東京グールのファンならば、世界観やキャラクターに魅力を感じるのではないでしょうか。そして今、限定ユニベールコレクションを予約すると、石田水先生の直筆イラスト入り任天堂スイッチライトが100名に当たるキャンペーンに応募できます。これめっちゃ欲しくないですか？絶対袋から出せないですけどね。もちろん僕は購入予定でもう予約もしてるんですけど、まだね、半年以上先なんですよね。でも、水先生や公式がこまめに情報を出してくれるんで、毎日ワクワクしながら妄想してます。多分僕の視聴者の中でこのゲーム買うよって方多いと思うんで、発売されたらまたいろいろ語り合いましょう。ということで、今回は簡単ですけど、ジャックジャンヌについてまとめてみました。また詳しい内容は別の動画で紹介しようと思うので、よかったら見てください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。